おっと、ランナーが出たということは、あの男でしょうか。もちろん、そうでしょうね。来ました、ダイソー・ボルサリーノがコールされました。球場もこの盛り上がりようです。今、ベンチからゆっくりと出てきて、ランナーが交代しました。まあ、ダイソーでここまで球場を沸かせられる選手も他にはいないでしょうからね。そうですね。1点が確定したも同然ですからね。ピッチャーももう警戒すらしていません。まあしても無意味ですから、目の前のバッターに集中した方がいいですよ。両者無得点のまま8回まで来ましたが、1塁ランナーはボルサリーノ。ようやくその均衡が破られるでしょう。バッターは荻野。ピッチャー振りかぶって投げた。やたの鏡。ホームスチール決まった。一塁からのホームスチールでマリーンズが待望の先制点をものにしました。そしてボルサリーノ選手、これで通算500回目のホームスチールとなりました。しまれてマリーンズ、ボルサリーノ選手が記念のボード、そして花束が贈られます。500回目を記録しました。いやー、育成から這い上がってきたとは思えませんね。福本豊が霞みますよ。